はい、皆さんこんにちは、ラフィナの引塚です。撮影にご協力いただきます。はい、お願いします。はい、グレーズの中村です。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、キモリの中です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりです。お久しぶりですね。お久しぶりです。数年ぶりで今度はキモニーの方から。キモニーの方。あ、キモニー。今度キモニーバージョン。キモニーバージョン。噂で耳はしてますけど。すごいよね。そうそうそう。見るのは初めてですか。見るの初めてです。はい。さっき触ろうとしたんでダメです。さっきダメですよってみんなに止められるという。意味がよくわかんない。最初のリアクションみたいな。なるほどなるほど。はいはい。超ロングセラーかついろんな方が使ってるクエックバスターです。そうですね、ありがたいことに、まあ、僕も使わせていただいておりますけど、ありがとうございます。店長、なんでクエックバスター使ってるんですか。なんでですか。いっぱい他にあるじゃないですか、振動止め。そうなんですよ。でも当たり前のようになんかクエックバスターを使い続けてるんですよ。やっぱ振動止め、同じこのワンポイントのタイプって言っても違いはあるであろうと思ってるんです、うん、その時に違うのってやっぱりクエックバスター四角い、四角くてこの機能的な形によるマッシュルームマジックという機能がこの振動止めにあります、発売が1997年にキモニ独自の理論 のマッシュルームマジックということで開発されたんですが、この真ん中のマッシュルームがインパクト時のストリングの振動に反応して、ストリングにボールが当たったインパクトの衝撃に対してこのマッシュルームがスイングするので、そこでまた振動を打ち消す波が出ると。それによってストリングの振動を素早く減衰収束させるというのがマッシュルームマジックでございます。うんうん、それを感じて店長はそれを選んで。そうですね、間違いないですね。もう痛いな。逆に中村コーチ、なんでそれ使わないですか。僕ね、なんかね、その打感というかが、普通の方が好き、普通の方が好きで、若干そのクエックバスターちょっと取れすぎちゃう。ああ、なるほど。っていうのが、まあ、好み的にはね、はい、もうちょっと振動があった方がいい、はい、かなっていうところで、なんかね、キモニーの人の前でそれを言うのがすごい、まあ、でも好みだから、好みですから、それは、はい、っていうところで、まあ、僕はちょっと使ってないです、うん、はい。97年に発売したクエックバスターから第2弾ということで、クエックバスターソル、 SOL と書いてソルなんですけど、ソリッドっていう単語の略でSOL とつけてるんですが、固体とか硬いとかっていう単語なんですけども、そのクエックバスターはもともと素材がシリコンゴムを使っているんですけれども、約 17% ほど硬くして新しく作った振動止めです。硬いんだ。はい、クエックバスター比較でこちらの私ソルをつけると打球感もシャープで、ちょっとレスポンスの速い弾き感のあるフィーリングにすることができる振動止めになってます。じゃあ中村コーチ、さっき言ったみたいな、そんな感じじゃないですね、話でいけばこっちの方がいいのかもしれない。果たして分かるかどうか分かりませんね。じゃあちょっと硬さのチェック、ちょっとそろそろノーマル、通常のクエックバスターがちょっと分かりやすいように、はい、クエックバスター、桜で、はいはい、桜の、はい、ちょっと上からプニプニ、普通に硬い、はい、まあ、まあ、そもそもシリコンゴムで、まあ、そこそこしっかりしてる印象はあるじゃないですか、はい、クエックバスター、はい、うん、そうですね。じゃあソルをちょっとプニプニしますか。こちら新しいソールで、はい、これはもうこのソールの方にしかない色ですからね。はい、あ、かったかったちょっと確かにかったいわ。こんだけ違えばきっとつけたら違い分かりますよね。始まったこちらのクエックバスターソールを開発するにあたってちょっと3つのポイントがございまして、はいはい、まず1点目、テニスの競技性、スタイルの変化、うん、で2つ目、ショットのスタイルと求める打球感、そして3つ目が、振動吸収性能ということで、この3つのポイントがちょっと開発にあたって重要なところになってきたんですけども、テニスの競技性、スタイルの変化ということで、ふっきーさん、その最近のテニス、まあ、プロのテニスとかを見ていると思うんですけども、テンポも速く、ボールのスピードも速くで、軌道も低く、どんどん自分から仕掛けていくスタイルに変わっていってると思うんですよ、うん、これがまず1点目になりますね。だからハイパージは丸くなったんですね。なるほど。さっきの流れでいったらそういうことですね。そういうことになってきますよね、うん、2点目として、ショットのスタイルと求める打球感、うん、高い軌道のトップスピンを打つ方って、やっぱりこのインパクトの時にボールが引っかかってほしい、ホールド感ですとか柔らかいフィーリングが欲しいと、
軌道の低い低弾道のスピードボールを打ちたい方ってどちらかというとインパクトの時に弾いてほしい、球離れの速さが欲しいということがちょっと我々が調査したところありまして、高いスピンを打ちたい方は柔らかさ、ホールド感を求めて、で低弾道のスピードボールを打つ方はシャープな弾き感を求めているということになります、うん、最後の3つ目なんですけども、振動吸収性能というところで、シャープでレスポンスの速い弾き感のあるフィーリングを出せる振動止め、もともとのクエイクバスターが打球感が柔らかくて振動もしっかり取ってくれるねというところでもあったので、まあ、ちょうどもともとのクエイクバスターとの差別化もできるので、やっぱり振動を取るという上ではこの形状がベストな形なんじゃないかと我々思ってまして、なのでこの形はそのままで、素材を変えること、素材のブレンドだったり配合を変えることでそういった固めの打球感、シャープで弾き感のあるフィーリングを出せる振動止めを作ろうと、で試行錯誤した結果、素材のシリコンゴムを 17% ほどアップすることによってそういったフィーリングで、なおかつ振動をしっかり取ってくれるクエイクバスターソルが完成したということになりますね。そんな違いのあるクエイクバスターソルを、はい、今日は中村コーチに比較をしていただくんでよろしいですか、これ。そうですね、クエイクバスターとクエイクバスターソルを打ち比べていただくということで、まあ、でも触った感じがあんだけ違えばね、変わりそうな気はしますよ、気がねクエイクバスターソルなんですけども3色展開になってます、はい、カラーが、定番のブラックとクリア、そして元々のクエイクバスターでも展開してない完全に新しい色になるんですけども、今フッキーさんに持っていただいているミント、はい、この3色展開で最初はスタートします、はい、あとクエイクバスターの方でも展開しているブラックとクリアなんですけども、これよく見るとこのキモニーさんのロゴの色がちょっと違うんで、通常のクエイクバスターの方は、まあ、こちらのクリアですとブラックが、こちらのクエイクバスターソルの方は3色一応共通でゴールドのロゴが入ってます、なのでパッケージから出しても一応ここで見分けがつくよっていうところ。なるほど、まだ透明には見えないから、はい、後で中村コーチはこれでやってもらいましょう、ラケットはほら、あの先ほどに引き続きですけども、はい、あのそのままね、ハイパー G の、はい、これはラウンドの方ですね、はい、そうですね、あの癖のないラケットの方に、はい、ストリングもコンセプト通り、はい、もうそうですね、低めのソルに沿った、ソルに、はい、ソルに沿った形のハイパーチラウンドの方でちょっと比較をしていこうという実験コーナーでございますので、はい、お付き合いの方よろしくお願いいたします、はいはい、よろしくお願いします。店長もやるんですよ。あ、僕もやるのかダメか普通のというか既存の、まあ、既存の靴クエイクバスターです、装着、まあ、そのだっていつも使ってるから店長はすぐ絶対わかりますよね。しなで、どっちをつけるかはもう中尾さんが、とりあえず一回外しまして、はい、外したふりをして元に戻しているかもしれないです。じゃあ、あ、そっちですね。じゃあ、分かんないよ、だって見たって、パッと見は。これも当たった。要はさっきと同じか違うかが分かればいいと思う。あ、分かった？やばい。やばい。もういい。もういいかな。もういい。じゃあその打ちながらどっちか言ってもらえればいい。これクエクバスソルだと思うんだけど違うかな。はい、もう一回言って。え、どっちどっち？ソル。じゃないかな。自信が正直ない僕の手に持ってるこれがクエイクバスターなのでソルで正解全然違うっていう風にはならないけど、さっきとなんか違うっていう感じはする。
ちょっとじゃあそのまま今普通のに戻して、振動止めだけもう一回その場で付け替えてもらって、ちょっと付け替えて、なんかボールこっちの方が飛ばない感じがするんですけど、ソルの方が低い感じがする、ちょっと飛びが抑えられる感じがする。そんなに違うの？飛んでるわ。クエイクバスターでしょ、うん、やっぱ飛ぶの飛んでる感じがクエイクバスターの方がする。ソルの方がちょっと飛びが低くなるような感じと、少し打感もかっちりっていう表現がいいのかな、打ちごたえのある感触になる気がする、うん、だからその分なんかイメージとしても飛びを抑えやすい、安い感じだし、うん、実際ボールもちょっと手前に入るというか、高さがちょっと出にくいような感じ、うん、だから結果強く打った時にもこういうブレ感が少ないのかな、うん、なるほど。ラケットをお尻の上そして中さんがつけるのはこちらで中村コーチにやっていただきます。はい、違うと思います。ソルだからソルだと思います。こっちがソル、うん、僕が手に持ってるのがクエイクバスターなのでクエイクバスターソルです。ちょっと違うね、ちょっと違う、本当に今クリアな感じになった感があって、僕好みの方に寄ってくれた気はします、はい、でも違ったね、違ったとは思います。全然違うのってやると、そんな極端に全く別物っていう雰囲気じゃないんですよ、うん、でも確かに打ち比べて、例えばこれがずっとクエイクバスター愛用してるんですよねっていう方が使ってみてもらったら、あ、このクエイクバスターソル確かに違うねって言ってもらえるぐらいの差にはなると思うんですよね。で実際に飛んだボールもちょっと違いは出たと思うんですよ。あの飛距離的にもクエイクバスターよりもクエイクバスターソルの方が少し弾道が低く出た、あとは少しこうボールもこう、まあ、浅めに入る、しっかりコントロールできるっていう感覚もあって、なんかそれはさ、あの要はどういうそのガットがより動かないとか、そういうこと、硬さが変わるということはここの挟み込み具合が変わってきますので、要は縦糸の動きがちょっと変わってくると、うん、そういった意味で、まあ、さっきのスナップバックの話とか、単純なストリング面のたわみ、こういうたわみ方も変わってくる、はい、うん、そういったところがちょっと、なるほどね、要は抑制されるじゃないですけど、硬くなることによって動きを少し抑制できるので、低弾道だったりまた飛距離だったりも収まるというところで、だから振動でもつけないのと、つけるんだったらつけた方が飛ばないですよね。そうですね、単純にこの面のたわみ感は抑える、こういうたわみ感を抑えてくれるわけだから、振動止めをつけた方がちょっと飛びは抑えやすい、うん、その中でも今回の話ならクエイクバスターよりもクエイクバスターソルの方がよりこういう糸の可動を抑えてくれるから、よりコントロール性が高いっていうようなイメージ。そうですね、軌道も低くなって、うん、でなおかつ、まあ、さっきも言いましたけど、こうたわむ柔らかさとたわまない弾き感のある、うん、シャープなフィーリングが出せるソルっていうところで違いが出ているのかなと。あの想像以上に盛り上がりました。あの意外と、あ、打って、あ、違うねで終わっちゃうかなと正直思ってたんですよ、はい、それからやばい違い分かんないどうしようってなるかと思ったんですけど、あの違い、とりあえず違いは明らかに出ます、は
はい、クエックバスターとクエックバスターソロ違ったことによって弾道とかその辺も変わるっていうところがね、うんうん、ちょっとそこはね、予想以上予想以上か、うん、ってことはもうね、そのそういう大きいところで振動止めつけるつけないで実は弾道違うんですよっていうところもそうですね、つけるつけないで違って、つけるに至ってもこの今回のクエックバスター、クエックバスターソウルでも違いが出てくるっていうところでは非常に面白いところだったなと思うので、まあ、そこら辺は本当使う方、プレイしてる方がちょっとよりイメージに合わせやすい方を選んでもらうっていうのは大事なところだと思いました。何百円かでね、そのラケットの性能が変えられるんだったら、そうですね、感触が一回試してみた、うんうん、まあ、なしの状態からクエックバスターつけて、クエックバスターソルつけてみて、まあ、意外と振動があるのもいいねって思ってもらった方がソルを使って、あ、こっちの方が好きだなっていう風に見ていただくのもいいし、本当になんかこれのあるなしで全然打感も違えば、振動の種類でもこうやって感触が変えられるっていうと、本当に自分の好みに微調整するような感じで選んでいただくのもありかなと思うので、ちょっとこうぜひまだ使ったことのない方もね、クエックバスター使ったことない方もこれを機に使ってみていただいて、ぜひあの皆さんもね、この違いをね体感していただきたいと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は終日実験コーナーでした、はい、なんかね、後ろの人にいじめられた